皆さん、こんにちは。今回のテーマはこちら。若返り、アンチエイジングに効いたってこと教えて。若返りに効果があったようという複数のトピックや多かったコメントをまとめてみました。今回、紹介した商品は概要欄にまとめています。それでは、早速どうぞ。アラサーですが友達に勧められ毎朝洗顔後にフェイシャルのリンパマッサージをするようになったら血行が良くなったのかワントーン肌が明るくなりました。むくみにもいいのでおすすめです。リファ、顔だけやってる効果あるかな？どの時か忘れたけど、毎日美顔ローラーを使ってたら1年だか1年半だか経ったら顔がブルドッグみたいになったというコメントを読んでってなったことがある。私は誰に何言われようが顔のリンパマッサージやめないかな。むくみ取らないと余計たるみの原因になるし。でもリファは体だけにしてる。めちゃめちゃ力任せとか、長時間とかしない限り大丈夫だよ。私はカッサ使って数年するけどむくみ、20アゴとは無縁で小顔効果すごいと思ってる。あまり圧かけないようにクリームで滑らせる感じで使ってるよ。私はクリーム多めにつけてゴリゴリにマッサージしたら翌日のクマとむくみすっきりして肌も透明感上がる。でも摩擦怖いから1日おきくらいにしてるよ。むくみやすい人、くすんでる人はおすすめかな。私はリファのローラー結構長く使ってるけどたるみはないかな。顔のコリが取れて老廃物流れてすっきりする。これしないと気持ち悪いくらい。特に目の周りがすっきりして前よりパッチリ目になった。下を向いてスマホを見るのは、良くないよ。口角下がるよ。スマホ首で顔がたるむどころか大きくなってしまって仕事中でも姿勢に気をつけてる。姿勢良くするだけで綺麗にスタイルよく見えるしね。座りっぱなしの事務職です。姿勢を気をつけるようにし始めたら肩こりと頭痛が前よりマシになりました。あと腰回りすっきりしてきました。ダイエットしてないのに。私も肩周りの肉がもたついてきていろいろ調べたらスマホ首だった動画で毎日ストレッチしてます。安いものでいいから、シートマスクを毎日風呂上がりに使うだけで10年後の肌が変わってくると、皮膚科の医師が言ってました。私はこのシートマスク結構リピートしてる。50枚で1000円くらいドラストよりアマゾンの方がたまに安く買える。コスパ最強で家族に使われてもイライラしない。シートは薄めだけど美容液たっぷりでしっかり潤う。毎日でも惜しみなく使えるのが私の肌に合ってるって感じてる。私はこのシカマスクしか使えない。シートマスクはどうしても肌荒れするんだけど友達におすすめされてこれ使ったら荒れなかった。さっぱり系マスク合う方におすすめだよ。私もしっとり系のマスクが合わなくて使えないんだけど、これだけは気に入ってる。混合肌だけど肌のキメが整ってきた。週一でも使ったら全然違う。私はダーマレーザーのエイジングケアが最高だと思ってる。敏感肌で乾燥肌な私の、太鼓判シートマスク。少し厚めのマスクで美容液がたっぷり入ってるから週一マスクして袋に余った美容液を化粧水代わりに普段使いして2ヶ月弱くらい使える。最初少し高いなーって思ったけどひたひたすぎてコスパ良いって思う。いろんな人に勧めまくってる。これ、しっとりするのにベタつかないよね。手頃な値段でプレゼントにもおすすめよ。金色のダーマレーザーコンビニで期待しないで買ってみたらたるみ引き上がって毛穴引き締まった。このパック気に入って連日使ったら家族から顔違うって言われたくらい。顔が引き締まる。ちょっとベタつくから好き嫌いありそうだけど。お酒毎日飲んでる人は週末くらいにして良質なタンパク質をしっかりとる。肌はタンパク質でできている。若い女性の大抵はタンパク質不足。毎晩ビール飲んでた私が仕事始めて週末だけにしたらみるみる肌の調子が良くなって痩せ始めた。今は月に3日くらいしか飲まない。私はお酒の代わりに甘酒飲んでる。これはお酒なんだって思って飲んだら美味しくて便秘解消されるし、肌は綺麗になるし、で良いことしかない。この甘酒どこでも売ってて良いよね。美味しい。寝る前に飲んだ次の日張りが違う。酒粕の甘酒は苦手だったけど米麹は美味しくて子供も飲んでくれる。この甘酒さらっとしててさらに飲みやすいよ。氷入れて夏飲んでたら夏バテ知らずで肌の調子すごい良かった。他に何もしてないから甘酒のおかげだと思ってる。私は毎朝ゆで卵食べ始めて肌の調子良くなって、髪のコシが出てきた。タンパク質不足だったんだと思う。たまに味玉にしたりサンドイッチにしたり飽きないようにしてる。ゆで卵を毎日1個か2個は必ず食べる。肌にいいアミノ酸言ってるし、タンパク質補給ビール飲みたい時は、オールフリーコラーゲン飲んでる。毎日プロテイン飲んでます。いろいろ試して一番飲みやすくて続いてるのがこの生キャラメル味です。水だけで飲んでも美味しい。プロテイン飲み始めて肌荒れしなくなって、髪がまとまるようになった。爪も割れなくなったし。たまに味変でチョコレート味にするけどこれがまた美味しい。私はこのミルキーのプロテインもう何年も飲んでる。ミルキー味でめっちゃ美味しい。肌ツヤが良くなって、猫っ毛の髪質がいつの間にか腰のあるサラサラヘアになってた。あと爪が丈夫になった。私もこのミルキーが一番飲みやすいと思う。いろいろ試してきたけど結局これに戻る。プロテイン続けて一番驚いたのはお菓子食べなくなったことかな。
今までチョコレート一箱とポテチとか毎日食べてたけど、欲求がなくなった。栄養不足だったんだと思う。あと体調崩さなくなった。前まで頻繁に風邪ひいてたのに数年かかってない。50歳です。シミシはほとんどありません。とにかく日焼けケア、化粧水は安いもので大丈夫。石鹸は、100円ぐらいの、余計な成分いってないもの。保湿は、朝ワセリン、夜ソンバーユこれで、ピチピチお肌です。とにかく日焼け対策と睡眠です。前は3000円するデパコスの洗顔を使ってたんだけど久しぶりに会った姉の肌があまりにも綺麗になってて聞いたら牛乳石鹸の泡を使い始めたって。それ以来私も5年以上牛乳泡一筋です。私は無添加のシャボン玉石鹸をもう10年以上使ってる。いろいろと高級なスキンケアしてた時よりもキメが整って毛穴目立たなくなるしニキビができなくなった。無添加の石鹸いろいろ試してこれに落ち着いた。泡が細かくて突っ張らない。最近髪から体全身洗ってる。1個で全身洗えて鬼コスパ。祖母がツヤツヤで白肌でシワなくて、とにかく若いから何使ってるか聞いたらバーユだった。ほんの少し塗るだけだって。この液状タイプを保湿とヘアオイルで使ってる。めっちゃ良いヘアオイル使ったら肌荒れするんだけど、バーユはもともと肌用だから荒れない。試しに頭皮マッサージでシャンプー前に使ったらサラサラになってふんわり立ち上がって若返った。バーユ、リップクリームとして使っても優秀だよ。メンタームとか何使っても荒れる。唇が綺麗にツルンとなって驚いた。薄くなじませてホットタオルで蒸すとふっくらしてワントーン上がり、もっちもちに肌が疲れてきたなーって時にしてる。髪のお手入れに力を入れる。まだマスクが手放せないし、ぶっちゃけ髪のツヤで5歳くらいは若返ると思う。ちょっと良いトリートメントを毎日して安いドライヤーをリファに変えたツヤ全然違うよ。私もリファのドライヤーで感動ドライヤーで髪質変わるわけないやんって思ってたけど、パッサパッサのおばあちゃんみたいな髪質がかなり改善されてしっとり。ちょっと重いけど絶対次もこれ買うと思う。根本はボリュームアップモードで、毛先はモイストモードで乾かして別人みたいな髪になるよ。私は5000円くらいのドライヤーから絹雨に変えたけどこんなに違うのってビビった。うねり減るから、宿毛続けてる人試してみるべき。長年宿毛してきたけど、レビュー良いから絹雨に変えた。完全にうねりなくならないけど、ゆるいパーマ当てたみたいに良い感じになって嬉しい。髪の痛みがなくなってツヤも出たのが良かったのかもしれない。ひまわりのトリートメントがすごく自分には合ってた。ツヤツヤしっとり、髪がツヤツヤだと本当に若返る。これ、香りが良いし安いし、毎日惜しみなく使える。高いトリートメントは週1で、デイリーはこれが一番綺麗になると思う。くせ毛には一番だと思う。香りが好き嫌いあるかもしれないけど、私は好き。梅雨時期はこれのおかげでだいぶ助かった。インプライムのトリートメント、美容室で勧められて10年くらい使ってる。アマゾンで買えるようになって本当嬉しい。サロン専売品はやっぱり良い。もっと良いお値段のもたくさん使ってきたけど、結局これに戻る。仕上がりがサラサラだからベタつきやすい。髪に合ってると思う。ハイダメージの方はこれおすすめだよ。ブリーチと宿毛を繰り返してきた私おすすめ。 500g も入ってるからコスパも悪くない。これ3年くらい使ってるけど美容師さんに髪質褒められる。マスクしてたら実年齢びっくりされるよ。マスク外すとおばさんだけど。トリートメントも大事だけどシャンプーでも結構変わる。このクリームシャンプー使ってみたら頭皮はさっぱりするのに、ドライヤーで乾かす時の指通りが全然違った。これ良いよね。洗う時のスースーする感じが好き。よくあるステマのクリームシャンプー高くて手が出ないけど、これで十分かなって思う。これトリートメントいらないからコスパ良いし、残業とかでぐったり疲れてる時、さっと洗えてかなり助かってる。アスタリフト。ジェリーが最高です。ちょっと高いけど本当いいです。あとアスタリフトのドリンクは本当に肌よみがえる。ワントーン白くなって、しっとりもちもち。全部アスタリフトでライン使いしたいけど結構良いお値段なのよねー。職場のアラフォーの方が色白で肌がすっごく綺麗で首のシワもなし、何使ってるか聞いたらアスタリフトだった。首にも手にも使ってるんだって。速攻買ったわ。中途半端に安い基礎化粧品使ってるならこれおすすめ。肌変わってガチで若返る。私は思い切って買ってよかった。まずはドリンク試してほしい。自分の肌に合ってるのもあるだろうけど、アスタリフト使ってから本当に肌変わって周りからめちゃくちゃ褒められた。貧血だから今は違うの使ってるけど早くアスタリフトに戻したいくらい。私はトライアル使って効果すごくて、ラインで揃えた。初めはトライアルが良いかも。合う合わないあると思うし。私はオバジシーのセラム25は効いた。ビタミン C 誘導体美容液は、合う合わないはあるだろうけど、私には抜群に良かった。アラフォーで、今まで散々基礎化粧品ジプシーしてきたけど、これはずっと使えそうでホッとしてる。初めちょっとピリピリするけど肌に合う方はほんとおすすめ。ハリツヤ、もちもち感すごい。もう少し安ければな。オバジはピュアビタミン C だから、誘導体よりも抜群に効果あるよ。そんな私もオバジ愛用者。毛穴とかすごい良くなったし、透明感出たし化粧のりいかがでしたか？参考になるコメントはありましたか？私は、
そろそろドライヤーを買い替えたいのとアスタリフトのトライアルが気になります。このチャンネルでは家事やお仕事に忙しい方のために有益美容情報をギュルーっと濃縮してお届けしています。ぜひ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。